バって、あのハッカーの。ヘルバが手を貸してくれたら心強いぞ。マクアヌのカオスゲートに行こう。マクアヌのカオスゲートに行こう。仲間を紹介するね。ブラックローズとミストラルだよ。私はブラックローズ。よろしくね、トキオ。どうも、美少女アイテムコレクターのミストラルです。俺はトキオ。二人ともよろしく。あのさ、俺カイトにメールを出したヘルバって人のこと知ってるよ。え、本当？ああ、伝説の凄腕ハッカーなんだ。チートタウンを丸ごと作っちゃうような。ハッカーか。そんな人ならオルカを元に戻す方法を知っているかもしれない。僕、メールのエリアに行ってみるよ。ちょっと怪しいけど、しょうがないな。サポートしてあげる。私も行く。珍しいアイテムあるかも。俺ももちろん行くよ。みんなありがとう。ここがメールで教えてもらったエリアなんだ。二人一組に分かれてみんなで行こう。私たちの中から相棒を一人選んで、トキオ。了解、すぐ行くね。トロンメルが負けた？バカな。シックザールのメンバーが一般 PC に敗北するなんてありえない。僕が着いた時にはもうやられてたんだ。彼バラバラになって消滅しちゃった。助ける暇もなかったよ。次は私が
にもらった新しい武器を試したいやる。次はこの道家のポザオネの出番あるよ。シュ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 。それじゃあ二組に分かれてエリアの一番奥を目指そう。よし、行くよ。おー、さあ、冒険開始だ。
しまい。よし、モンスターを倒したぞ。でも情報くれそうな PC なんていないよ。このエリアで間違いないんだよね。確かにこのエリアだよ。なんだ？ここはどこだ？
これ、こんなエリア初めて。いや、俺はどこかで見たことがあるぞ。そうだ、レアたちと一緒に行った逆さまの男の部屋だ。だから私は彼女をアウラと名付けよう。彼女に私たちの意志を、アウラに腕輪を与えられたものに願う。彼女を助けてほしい。アウラに腕輪を与えられたもの？じゃあカイトに腕輪を与えた女の子ってアウラのことだったんだ。彼女を追う者か、アウラを救ってほしい。パリコン、ココリス、夜明け前もっと暗いの。元の場所に戻された。彼女を追う者、夜明け前、どういう意味なんだろう。おい待て。この前の羽野郎、異変を調べに来てみれば、また貴様たちか。まあいい、聞きたいことがある。貴様、俺の相棒のオルカと関わりがあるそうだ。彼に連絡がつかないことの理由を知っているのか。オルカはモンスターに襲われて今入院してる。なんだと。すまん、貴様と同類のイレギュラーな存在にオルカが意識不明にされたということか。貴様のせいでオルカが。ちょっと、何勝手なこと言ってんのよ。カイトが今までどんな気持ちでいたか知らないくせに。ハッカーの気持ちなど知りたくもない。落ち込んでいる暇なんかないわよ。あ、ヘルマ。あら、意外なところで意外な顔ね。あの、あなたが僕にメールをくれた人？そう、アウラから腕輪を受け取ったあなたにあのメッセージを聞いておいてほしかったの。
あれはザ・ワールドの創造者である人物の残留思念、さらにその残骸よ。残骸とはいえ、あの声の語った言葉には今の事態を打開するヒントが隠されているはず。それじゃあね、坊やたち、また会いましょう。彼女を追う者からアウラを救ってほしい。アウラがモルガナに追われ続けてるってことか。あれから1年も経ってるのに。みんな、タウンに戻ろう。いろんなことがあって疲れちゃった。私これで落ちるわ。私も落ちるよ。商店街のタイムセール忘れてた。じゃあ僕も落ちるね。今日は付き合ってくれてありがとう。うん、俺もちょっと疲れたな。気晴らしに散歩でもしようかな。一緒に行かない？本当？行く行く。おや？ねえ君、珍しい PC ボディをしてるね。え、俺のこと？すごく変わってるのにこの世界によく馴染んでる。ふん、ありがとう。いいものを見せてもらっちゃった。はい、これ。ほら、エルクもメンバーアドレス渡しとけば。え、でも。いいからいいから。またどこかで会いたいな。じゃあね。あ、
PC だな。エノコログザ。まあいいか、一旦グランホエールに戻ろう。